神奈川県人権手センターです今日は読者の方からのリクエストで、鳥取県でまた変なことがあったということで、これについてコメントしてほしいっていう話なんですね。まず発端はというと、この申し出書というものが、今年の1月に、鳥取県男女共同参画推進員というところに提出された、教育委員会公認のスタミナ納豆の歌について。 夕方のニュースで倉吉市内の小学校でスタミナナットのダンスと歌の披露があったというニュースが流されましたその歌の歌詞に女子力が上がるというフレーズがありますこの歌はスタミナナットが給食で提供される日に市内すべての小中学校で繰り返し流されているということですが教育委員会のお墨付きで繰り返し流されることは子どもたちこれでいいという認識が刷り込まれていくことだと思います 女子力という言葉に女性の固定観念的なイメージや立場が反映され、固定的なイメージをさらに助長させるものではないか。特に子供たちに対してこのような情報を与えるのか、与えるのはどうか。まあ、まあ、あとはね、もう大体、もうここまで読んだらちょっとね、もう視聴者の方、いろいろ思うところがあると思うので、じゃあこれに対してね、 男女共同参画推進員というものは何をしたかっていうと意見書を出したんですねでその意見書というのが、えー、意見書がついこの前7月22日に出さ,出されて男女共同参画の観点から問題なしとは言えない歌詞を含む歌について教育現場から本申し出と同士の指摘がなかったことを県は重く受け止め以下のような施策を取るべきと考える。 まあ、研修しろとか、県に研修しろとか、そういうことが書いてある。だから、まあ、もうね、うん、まあ、端的には頭がおかしいって思ってる人は多いと思うんだけども、うん、まあ、これでとばっちりを受けたのは、倉吉市の給食センターと、あと、ガールズバンドですね。この歌詞を作った、えー、マーブルキッズでしたっけ。ちなみに、その歌詞っていうのは、今もね、倉吉市のサイトで公開されてるんですよ。 え、納豆を食べるよ、納豆を食べるよ、筋力つくし、女子力上がるしっていうことで、これが別に何の問題があるか全然わかんないんだけども、まあとにかくイチャモンつてたい人がいて、で、その結果ですね、何が起こったかっていうとですね、1月に各学校にね、配布されてたんですね、この CD がこ。のこのスタミナ納豆の歌の CD がですよ。それが2月の末に回収されて、 それでねさらに YouTube でこのスタミナ納豆の歌の動画上がってたんだけどもそれも今非公開になってるんですねでそれ聞いてみたらね歌詞を変更してるからって言ってねそれまでは非公開っていうことなんだけど意見書の影響というものはまず CD の回収ですねまあでも実際はね2月ぐらいにこの委員が調査を始めてその時点で回収になってるんですねでさらには もう歌詞を変えるとで、YouTube の動画も非公開っていうようなことになったわけです。はいまあ、端的に言えば相当理不尽な話で、まあ、でもまたかって思いますね、鳥取県だとね、なぜかこういうことがね、もう繰り返し起きてるんです、こういうしょうもないね、言葉尻を捉えて、こうやって、こんなの意見書って言ってもね、男女共同参画を推進するっていうんであればね、あれこれあれこれ、いちゃもんをつけるって っていう一方で、そのあまりにも理不尽なイチャモンについては、それをブロックするって歯止めもないといけないのに、全然その役目を果たしてないわけです。で、この申し出をやった人っていうのも非公開なんですね。で、倉吉市の方にも聞いてみたんだけどね、県が教えてくれないって言うんです。だから、これ地元の人はそれを言ってるのか、全然関係ない第三,第三者が言ってるのかわからないっていうことなんですね。 ただこの申し出書、なんかね、すごく書き慣れてる感じがあるんですよ。で、書き方っていうのもね、研修がなされてないから、で、それで研修しましょうっていうのがも、もうこれね、解放同盟とかあの辺りのもうエセド話のやり方にすごくね、似てるんですよね。で、申し出しちゃってこれ、ここではね、非公開になってるけど、これ、県の人は知ってるはずなんですね。でね、これが僕案外ポイントじゃないかと思って、 例えば僕は同じ申し出しをね、例えば僕は宮部多津の名前でこんな申し出し書を出しても、多分相手にされないと思うんですよ。ねでまあ、僕じゃなくても、本当ね、一般人がこんなの出しても、相手にされなかったかもしれない。多分ね、僕ねこの、この人って多分ね、ある程度知られてる人だと思う、この鳥取県の中で。ひょっとしたら解放同盟の関係者なんかもしれない。とにかくね、この男女共同参画審員は知ってる人だと思う。 だから役所ってね公平にやらないわけです結局誰が出したかっていうのが大事なんで多分この辺りの名前にビビってあどうしよう一応ね、えー、この人から申し出があったからとか、まあ、あるいはねこの推進をつるんでたのかもしれないけどまあとにかく。 まあここでね、いや別に問題ないですよって言って、こんなことで言うのはくだらないですよみたいな、そういう意見書を出しちゃうと、やっぱちょっとあと何されるか怖いとかいうのがあって、それで苦肉の策として、まあこういう結果を出したわけで、これもね、なんかいろいろ書いてあるんだけど、結局ね、 別に地元から何も苦情はなかったと、でこのマーブルキッズと、なんかその倉吉市がなんか変な癒着をしてるっていうわけでもないんですよ、あくまで善意でやってるわけで、で、何かお金のやり取りがあったわけでもないし、で、県の教、県じゃなくて、えー、っと、倉吉市の教育委員会が何か強制し学校にや,やらせてるっていうわけじゃなくて、まあ、それぞれの学校の校長の判断で、実質的に現場がやってることで、何か強制してるっていうものでもないと。 で児童生徒とか保護者とか教員から何か問題があったわけでもないとそれに対してね何か問題が出なかった方が問題だみたいな、ね、ことを書いてる鳥取県の男女共同参画・推進員が、まあ、何かしらの影響力を見せつけたいんでしょうねこの人も何か実績を出したかったんでしょうこうやって行政にこう圧力をかけて何かやったっていうだけどそれでとばっちりを受けるのはやっぱ給食センターの人だったり マーブルキッズですね、ガールズバンドの人だったりするわけですね。だから、その男女共同参画だの、人権だのを言っても、結局ね、そういうね、とばっちり受けるのは、やっぱ弱い立場の人なんですよね、うん。そのなんか政治的な力を持ってたり、お金のある人は、へでもないわけです。やっぱし ね、そういう政治的な影響力もないガールズバンドとか、まあ、給食センターの人とか、まあ、子供ですよね結局このとばっちりを受けるのは鳥取県内で、まあ、日本海新聞しか今のところ多分報じてないと思うんですけども、まあ、こういうことがあったということはある程度ねちょっとこの男女共同参画というものの闇ということを知る上で皆さん知っていただきたいと思いますでこの鳥取県男女共同参画推進っていうのはね この行政の施策についていろいろ意見を随時募集しているそうなのでまあ鳥取県内の方はねこれ自体に申し出するっていうのもありだと思うんですよ要は県の施策についていろいろ申しができるのでこの男女共同参画推進員の関わるこの,この界隈の施策がおかしいっていうふうに意見書を送るのもいいんじゃないかと思いますまあ僕は今、神奈川県民なので別に何もしようとは思わないですけどね ということで今日はですね鳥取県でまた変なことがありましたっていうお話でしたそれではチャンネル登録よろしくお願いいたします